YouTube をご覧の皆様、こんにちは。ワイパーの中村です。鈴木です。横井です。いやいやいや、来ました。この3人ということは。はい。さあさあ、これはこれはスペシャルオファーシリーズですか、はい、そうでございます。はい。はい。はい。2月になりました。はい。はい、2月といえば、決算。そうです。うちはね、社内事情ですけど、ワイパー2月が決算ということで。はい。はい、まあ、ということで、この、まあ、ちょうどでも季節的にも、うん、この春に、なり変わる時期ということで、区切りがいいということで、はい、今回は決算セール、やばいっす、素晴らしいですね、はい、ちょっともう戦闘予定がまた入ってますよ、戦闘予定が、はい、ダメだろうっていうのが、はい、個人的には、はいはい、そう、ただ、こちらですね、この決算セールということで、今回かなり実物のアイテムをご用意させていただきました、はいはい、これはどうですか、かなり1、2、3、4、5、6、7、8、9品目、はい、9商品、はい、今回てんこ盛りでお送りしております。いや、内容がやばいですね、はい、ということで、まあ、この初めての特化のアイテム、はい、さらに、以前ご好評いただいたアイテムということで、全て実物に絞って、はい、今回決算セール、はい、スペシャル大プライスということで、はい、紹介していきたいと思います。はい、はい、じゃあこちらからいきますかね。はい、そっちからいきますかね。はい、ではこちらから。これはもうちょっとおなじみかもしれないですけどね、はい、まずはこちらですね。はい、じゃじゃんと、これは覚えてますよ。僕がこれ確か紹介しました。そうだ、自転車ですね。自転車に使わざわざ撮影室に自転車を持ってきて撮ったやつですね。はいはい、こちらが、米軍の ACU のウエストバッグですね。はい、の、はい、こちですね。デッドストックですね。こちらユーズドです。あ、こちらユーズドですね。失礼しました。グレードダウンしてしまったじゃないかっていう。はい。まあ、けど全然問題ないですよ、状態としてはね。はい。はいはい、これいいんですよね、まあ、このもちろんウエストバッグとしても使えますし、いや、まあ、けどやっぱショルダーの方が便利なんじゃないですか、はい、今となってこう使いましたコースね、この感じタスキがけでつけられて、はい、ちょっと伸ばせば全然あの尺的にはいけますんで、うん、おいいですね、はい、大きさもちょうどいい、はい、ですね、はい、いや、なんかちょうどでも最近こうまたウエストバッグちょっと気になってるんですよ、はい、タスキがけショルダーにつけたいなと思って、うんうんうん、まあ、なんですごいこれですね、米軍実物品、うん、でかつしかも実際使い勝手が良さそう、はい、このバッグ、はい、春なんかではですね、ちょっとこの荷物入れるのにちょうどいい、そうですね、春先夏に重宝しそうなバッグですね、うん、はい、確かにいいですね、まあ、そんな米軍の実物のバッグがなんとこのプライスになります。はい、すごい、はい、いいですね、素晴らしい、はい、もうしょったままいけるんじゃないすぎる、はい、じゃあ続いて、はい、こちらですね、はい、はい、こちらもスペシャルオファーシリーズではもうおなじみかもしれません、はい、セブンティーズの方ですね、こちら、これ結構昨年結構特化ですごい目立ったイメージ、まあ、ただ今回これ本当にあの次する予定全くなかったんです。それぐらい特別な商品で、はい、今回も決算ということで僕あの限定で出させていただきました、うん、なるほど、はい、これ何気にこう白が人気かなと思いきやこのグレー結構人気だったんですよ。いや、そうなんですよ、しかもかっこいいですもんね、うん、白は爽やかな印象なんですけど、はい、こっちすげえクールに決まる一枚、まあ、なんだかんだ中間色なんで使いやすいんですよね、はい、確かに、はい、うん、いいですね、しかも裏はネルになってるので、はい、今時期結構普通にシャツ感覚で着るのにちょうどいい、うん、そうですね、だから重宝しますねこれね、春先、うん、はい、そんなロシアのスリーピングシャツなんですが、はい、実は、まあ、色味を見てみると同じものがあります。はい、こちらは、はい、はい、V ネックも今回追加しました、はいはいはい、これ V は初ですよね、V 初です、確かに、はいはい、いいですね、これも素材としては一緒になるのかな、そうなんです、これもセブンティーズの方なんで、はい、あのメールタイプの生地がしっかり厚い方ですね、はい、はい、まあ、なんでどちらもですね、これ首の形が違うんですけど、はい、素材感一緒なので、うん、ぜひ気に入った方はですね、デザイン違いで2色まとめて、ね、2枚まとめてもおすすめなので、はいはい、最初変わりますね、V と組んでありますね、はい、はい、そんなこちらロシアのスリーピングシャツがこのくらいになっております。いい、はい、すごいいいですね、2枚買えますね、はい、確かに本当に、はい、はい、はい、じゃあ続いてはこちらですね、はい、はい、こちらは久しぶりじゃないですか、久しぶりです、はい、確かにこれはベルギーのケミカルマウンテンですね、はい、はいはい、懐かしいな、これ上と下それぞれあるんですよね、そうです、そうです、はい、でケミカルプロテクティブということで、はいはい、裏に活性炭が敷かれていますね、はいはいはい、ということでこれ結構ユニークなパンツなんですけど、うんうん、このウエストが紐で縛るタイプになっております、はいはい、かつなんかつなぎっぽくね、そうですね、はい、でさらにこのカーブポケットがついているということで、はい、まあ、タックインスタイルとかで着ても可愛いんじゃないかなと思います、はい、でこれに関してはデッドストックコンディション、はい、ただ、一応そのプロテクティブケミカルプロテクティブなんでちょっと洗濯の際とか若干そのすすが出る可能性があるので、はい、まあ、しっかり洗濯をすることをお勧めします、反対がいいですね、はい、絶対反対ですね、はいはいはい、なんで、このベルギー軍のですねケミカルプロテクティブおすすめになってますが、なんとこのプライスになっております、これめちゃくちゃ安いっすよ、はい、これの上も結構可愛いんですよね、はいはい、
フルタイプでね、はいはい、そしたらこれ両方まとめて紹介しましょうか、はいはい、これはダメだって、ダメだって横に、下下ダメだって、これこれはね、社長のボスが、ね、ボスの、はい、ボスのこれいっちゃいましたか、はい、出しました、はい、いきます、オープン、じゃん、いやでも、はい、もうバレてるし、後ろの方が遅れやすい、もうバレてるし、メインでついてるし、はい、はいまあ、ということで、はいはい、こちらですね、はい、これはいいんじゃないですか、いや、良すぎるでしょ、はい、やばいし見逃せないアイテムですね、はい、いや、これは入荷した時にね、ミリタリーウェアハウスの動画で私散々皆様にお勧めして、はい、あのご好評いただいてたんで、すで、はい、にご購入いただいてる たくさんのお客様がいるんですよ、ごめんなさい本当ごめんなさい、はいはい、確かにこれすでにお持ちの方多いかもしれませんが、はい、なんと米軍の US ネイビーのトレーニングのセットアップ、うん、まあ、ちょっとバラバラで単品ずつで販売します、はい、ジャケットとパンツです、ね、超限定商品です、いや、まあ、決算だからってことですよね、うん、はい、ですよね、はい、もちろんこれは本当見逃せない、はい、いやでしかもこちら見て分かる通りこの札付きなんで新品デッドストックです、もちろんこちらもそうですよ、はいはい、ということでこれはですね、まあ、一応これリリースした時も、紹介したことあるんですけど、はい、このネイビーの US ネイビーと書いてある通り、はい、米海軍のトレーニングジャケットパンツですね、はいはい、でこれよく似たデザインで USMC のグリーンのものもあるんですけど、はい、まあ、それのネイビーバージョンということで、はいはいはい、まあ、割とこう放出はですねここ最近出てきたものということで、うん、はい、まあ、割と年代としてもですね新しいものですので非常に着やすいアイテムになっています、はいはい、なんでもちろんセットアップでのこういった提案も、いやもう今回このプライスならね、はい、もともとジャケットを買ったぐらいの金額とそんなにね遜色ないですよね、むしろそれより安いですよ、ね、やばくないですか、セットで買っても本来のジャケットは価格より安いと、うん、これ絶対セットアップで行ってほしいですけど、ね、絶対行ってほしいです、はい、私も持ってますけど、まあ、でもぶっちゃけやっぱこういうの楽なんですよね持ってると、楽、スーさんなんか特にね、いや僕本当にこういう IPF とか大好きなんで、はいね、はい、まあ、なのでこれすでに持ってる方もですねストックとして買っていて損はないと思います、いや間違いない、サイズ変えてね、はい、確かに、うん、いいですよ本当、はい、まあ、サイズ違いもおすすめになってます、はい、そんな海軍のトレーニングジャケットとパンツがなんとこのプライス、めっちゃ安い、やりすぎだって、はい、めっちゃ安い今回だけですからね、はい、持ってるし、はい、ボスに関してはい、これをこのプライスか、はい、マジか、はい、さあじゃあ後半戦に行きたいと思います、はい、こちらそれもダメだってあれボスピンポイントだな俺が押すものを、はいはい、さあじゃーん、はい、来ました、これ押すの、はい、こちら、はい、フィールドパーカーですね、はい、これは単体シェルのみですね、シェルのみですね、はいはい、一応装着可能なフリースも販売中です、あります、はいはいはい、まあ、このように、まあ、先ほど中村さん言った通りこのスペインの郵政のコレオス、はい、ということで、はい、このロゴが印象的ですね、ネイビーですね、はい、でしかもこれはあれですよ、この翼のイエローでしょやっぱり、はい、この色ですよ、そうですね、ネイビーとイエローのカラー、はい、そして背面にはコレオスオリジナルのリフレクターテープ、はいはい、これ押す、はい、はい、そうですね、待て、ドーン、はい、夢通りしちゃったらなんかちょっと湧いてるんじゃないかな、はい、カエルさんがつけた名前がありますね、まあ、ただこれですね、結構コレオスってこれ以外にも結構人気ないと思います、ね、うん、あります、ハーフジップに、はい、オクスフォードシャツにと、うん、たくさんありますからね、アイテムアイテム一点で可愛いですよね、なんかデザインが秀逸というか、うん、このね、この企業系ロゴというか刺繍も可愛いんですよね、はいはい、まあ、ということでこの古着好きにはぴったりな一着のこの機能的なシェルがだんだんとこの形になります、はい、危なかったね、ただでさえお手頃なんですよ、これシリーズは、はい、なのにさらに、うん、開いた、はい、まあ、後でこれ試着してみます、はい、着用も 見れますので、はいはい、そして、はい、いっちゃいますか、はい、はい、いきますよ、これも見た登場のジャンと、はい、来ました、はい、すいません中村さんねえ、はい、これもじゃんこれもじゃん、はいはい、ただ今回はこちらロシアのウィンタージャケットのシェルのみです、はいはい、そうだよ、まあ、ちょうど今からいいですね、だからこれも、はいはい、ライナー付きの方は今回なしなので、はいはい、シェル単体となりますね、はい、まあ、これも散々、まあ、今まで過去2回出演したことがあるんですけど、はい、毎度毎度非常にご好評いただいているジャケットになります、はいはい、まあ、このようにちょっと墨黒のブラック、かっこいいですね、デッドストックの、うん、まあ、こんな感じですね、はい、ちなみにこれといえばですね、はい、ワイパー村に超大量に、そうですね、ミリタリーウェアハウスのフォースの方で大量に入荷した際に、はい、もう私たちもうライナー付きのものを
筋肉痛になりながら重たいからね、重たいからね、はい、いやけどかっこいいですよ本当に、うん、これは今からの時期にねジャケットとして重宝しますから、はい、フーディーとあのレイヤードすると可愛いですしね。確かに着るとめちゃくちゃバランスがいいですもんね。そうなんですよ、うん、いいですよね、このキャンバスの肉厚なヘビーな素材感っていうものがこうずっしりするんですけど、それがまたいい、うん、で経年変化も楽しめますから、うん、確かに具合がどんどん変わっていきます。そうですね、はい、まあ、このデッドストックコンディションのまま着るのもいいですし、洗濯してグレーに色を落とすのもおすすめになります。はい、はい、これマジでラストだと思います、はい、じゃあそんなこのラストチャンスかもしれないロシアのウィンタージャケットがこのとおり、はい、はい、素晴らしい。そしてね、はい、そしてはい、まあ、もう最後だ名残惜しいですが、ちょっとテンションがおかしくなってくるんですか、ね、いやいや、こう目玉が多すぎてこうやっぱ紹介しがいがあるんですけど、はいはい、ちょっとそれも これで最後になります。はい、これはまた、はい、じゃあ鳥を飾るのはこちらです。じゃーん、はい、はい、はい、来ました。それ重たいんじゃないですか。これも重たいですね。あのこれ端っこを持つとすごい腕を立てて、はい、これです、はい、イタリアのサンマルコのフィールドジャケット。これは難しいですね。レッドストックですね。しかも、はい、いいですね。これパンツも同時にあの入荷して非常に人気なんですけど、はいはい、この大柄のこちらですね、うん、カモフラサンマルコカモが特徴になっております。だってイタリア軍のアイテムの中ではトップクラスじゃないですか、うん、サンマルコシリーズっていうのは古着市場でも結構な金額で流通してますから、うん、はい、はい、でしかもそれがデッドストックコンディションということで、はいはい、まあ、かなり綺麗な状態ですね、はい、まあ、ただこれ着込んでいって洗濯を繰り返してもいい感じに味が出るので、うんうん、まあ、そっちの方が好きだっていうお客さんも結構多いですね、うん、まあ、ユーズドになっても非常にかっこいいジャケットです。はい、まあ、このイタリア軍に限らずやっぱこの手の大判のカモっていうのはベルギー軍であったりとかブラッシュカモだったりとか結構人気のものも多いので、これも非常にですねファッション性の高い一着になってます。はい、はいはい、そんな、こちらサンマルコカモのジャケットがこの形です。はい、今回はなんかどれもデッドストックもが多めでいいんじゃないですか。いやそうね、結構これはいややりすぎだいやすごい、まあ、でも年に1回ですからね、はい、この時期だけの、 この2月だからこそですよね。はい、はいはい、まあ、というようなこちら9つのアイテム、うん、今からですね、はい、着用こんなイメージのっていうのでこちらご提案させていただきます。はい、どうぞ。
はい、いかがだったでしょうか。かなりバリエーション豊かな今回9つのアイテムラインナップ、はいはい、まあ、結構着こなしの幅もかなり幅広い感じで、そうですね、なんかバラエティー飛んでますよね、うん、ジャンル分けされて、ナイロン系からコットン系までさまざまありますね、はいはい、そんなこの決算だけの特別プライスのアイテムはこの期間で販売開始させていただきます、はいはい、ただ2月は1ヶ月ありますから、はいはいはい、なんと決算セールはまだまだ続きます。そうです、はいはい、まあ、今回第1弾ということは、はい、第2弾があるあります。あー、やばい、今月末頃を予定してるんですけど、はい、こちらもですね、あのお楽しみにしてください。こうご期待です、マジで、はい、もちろんここはもう終わりですよね、はい、ここは終わりです、うん、もう本当にこれを逃すと次はないわけです、ね、ガラッと内容変わって、はい、なるほど、またスペシャルなものを、スペシャルな価格でご準備しております、はい、そちらもぜひご期待ください。いやー、だいぶハードル上がるでしょう、これを超えていくって。確かに、はい、なんで、まあ、今回はですね、このラインナップで、はい、期間限定で販売をさせていただきます、はい、でさらにそれが終わったら第2弾ありますので、はい、そちらもぜひご期待ください、はい、それではまた次回お会いしましょう。さよなら、バイバイ。